すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、プロになるまで全然スイングのことなんか気にしたことなくて、感覚で打ってるからすごいジュニアのスイングだったんですよ。2年前にコーチつけたんですけど、私マジで自分のゴルフが変わった、まあ、出玉をすごい大事にしてますね。クラブがどこにあるかって常に分かっとくみたいな。まあ私あんまりスイングのことはそんな詳しくまだ習いたてやから、ほんまに普通にアマチュアの人よりなんか詳しくないかもしらんけど、何がいいんやろ、いろんなスイングがあるから何がいいって一回に言われへんけど、でも普通にどうなんやろ、なんか一番簡単なのはやっぱりなんかオンプレーに上げてオンプレーに返してくるのが一番多分簡単やと思うんですよね。だってなんかレイトオフに上げてこうシャルこう持っていくとかさ、難しいやん普通に考えて。いやそれは PGA の選手とかやったらいけるけどさ、なんかそんなん言ったら失礼やけど、アマチュアの人とかやっぱりその PGA の人と比べてやっぱ力もないやろ、身長も多分日本人やから低いと思うし、なんか分からんけど、シンプルにオンプレーンで上げてオンプレーンで下ろすのがおすすめ、やりやすいと思う普通に。それでそれができるようになったら、ちょっとこういう球打ちたいとかパワーフェード打ちたいから、もうちょっとクラブこういう風に入れていこうかとか、クラブのどういうロフトで入るかとかいろいろあるじゃないですか。そういうのを、そういうまずオンプレーンに上げてオンプレーンに返して普通にまっすぐ打てるようになってから、そういうのをやっていった方が絶対なんていうの、自分の感覚っていうのを持ってるんで、このオンプレーンに打てるっていう、そういうの方がおすすめですって感じかな。スイングはでもやっぱりめっちゃ大事やなって思うのは、なんか自分の経験しとか分かるけど、私なんかスイングのこととか全然気にしやんと20何歳までやってきて、それでも18でプロテスト一発で受かったりとかしたんで、なんかなんていうの、スイングとか気にしやんでも多分ある程度のレベルまでいけると思うんですプロテスト受かるレベルぐらいまでは別に多分スイングとか気にしやんでも、いや私の場合やから、その人によって違うと思うけど、私みたいに小さい時からやっとったらほんまに気にしたことない、適当ですよ、もう自分のフィーリング命みたいな感じでやっとって、それでもなんかパッて受かったりとかしたから、やっぱりね人ってフィーリングが大事なんやと思う。なんかやっぱうちらってスイングのこと考えすぎたら全然あかんもん。なんかそうスイングの正しさみたいなのも大事やけど、どういうフィーリングで打てるかみたいなっていう方がもっと大事。動画撮ってこう角度とか見たりするのもめっちゃ大事やけど、まあ試合行ったらそういうなんて見られへんわけやん、どんな角度で入ったとかトラックマンとか使われへんから、やっぱ自分18ホールでやっぱ修正していくのにも自分のフィーリングがやっぱ大事やから、そのアマチュアの人とかもなんていうんかな、あんまスイングのことを意識するより自分の体がどういう動きをしたらいい球が出るかみたいなのを練習場で探っていくみたいな、それでそのいい感覚をたくさん打てるようにするみたいな方が速攻性があると思う。そういうのなんていうの、スイングって時間かかるから、スイングもやりつつそういうフィーリングを養っていくみたいな方がなんかうちはおすすめ。なんか分かれへん、なんか分からんけどうちはそう思います。それが正しいかどうか分かりませんって感じかな。まあオンプレーンに上げてオンプレーンに返すことが大事ですそれができたら苦労せえへんねんけど感じかな。あとは手に力入れへんことかな。やっぱり私もすごい手に力入って、今日とかももうなんか
今日練習しすぎて水ぶくれできて、じゃあ痛すぎて練習できひんっていうちょっとって感じですかね。あとスコアメイクに必須なのはショットもそうやけど、やっぱショートゲームもうアプローチとパターがスコアメイクには即効性があります。特にアマチュアの人には多分ってか絶対やと思います。そう、それぐらいかな。私のスイングの悩みはレイドオフになる、クラブが下から入りすぎちゃうぐらいかな。だからスイングのことに関してあんまりスランプとか感じたことはないです。感じたことないっていうか、そのだから言うたら22歳まで一生スランプやったみたいな自分のスイング見たくないとかおかしいやん、プロで。まあでも今はすごいなんかそのコーチと出会って自分のゴルフがめちゃくちゃ変わり始めてきたっていう、1年前ぐらいかなぐらいからすごい実感があって、もっともっと自分のスイング良くしていきたい良くして、やっぱエプソンツアーとか日本のツアーでも優勝したいから、まあ、そのために一歩一歩頑張っていきたいと思います。まあ、だからねすごい時間かかるんですよ。1年間ね、ほんま何やってるかわからんぐらいようわからんかった。スイング変えてるとき、今も変えてるけど、まあ、でもやっぱやり続けたら多少は良くなる。もうめっちゃ良くなるとは言わんけど多少良くなると思います。もうそれ1年間やって、1年とか2年やってあかんようになるやって、それはやめた方がいいと思います間違ってるやんと思う、やり方が感じたんで、皆さんもスイングオンプレーに上げてオンプレーに下ろすことと、それよりも大切なのは自分の感覚ですなんかたまにその感覚がわからんねんみたいな言ってくる人おるんですよね。でもなんかそれは言い訳やと、わからん、言い訳かわからんけど、いや分からんねんって言われても私もわかんないじゃないですか。だから分からんにやったらそこまでって言ったらなんか冷たい言い方やけど、できるようになった人は分かるまで頑張ってやっとやってるんちゃうかなって思います。なんか私は小さい時からやってるから、やっぱフィーリングとかそういうのってやっぱ他の年行ってから始めた人より全然強いと思うし、そういうのも全然理解しとうけど、でもやっぱアマチュアでめっちゃ上手い人とかってすごい研究熱心やし、なんかこう言い訳せえへん、何々やからこれやからとか言う、で全てにおいてさ言い訳する人ってさ結局何もできんや、じゃあ何ができんのって話なんで、頑張ってくださいまあゴルフは楽しむのが一番やから、スイングとかスコアとかより自分のゴルフもエンジョイしてくださいこれぐらいかな。では今回はそれで終わります。今回はこれで終わります。おやすみなさい。